能登半島地震の復興支援を目的とした勧進大相撲が昨日両国国技館で行われました。勧進相撲は神社仏閣の建築や修理などの寄付を募るもので、昨日は能登半島地震の義援金を集めるため62年ぶりに開催されました。石川県出身の遠藤関や大の里関などの力士たちも取り組みに出場し、気持ちの入った一番を披露しました。祖父が、避難してますし、まだ避難所に生活してるってことで、やっぱり本当に、本場所で勝って、勝つってことがやっぱり一番の、元気を届けることだと思うんで、次5月場所に向けて、頑張りたいなと思いますね。今回の入場料などは全額義援金として能登半島地震の被災地に寄付されます。